TOS テレビ大分と J コム大分ケーブルテレコムが災害から命を守るためタッグを組んでお伝えします。備える、生き残る、防災。ここからは防災企画担当は石田さんです。お願いします。お願いします。今月は火山をテーマにお届けしていますが、まずは前回のおさらいからしていきたいと思います。現在大分県にある活火山、湯布岳、九十三、そして鶴見岳、伽藍岳の3つがあるんですけれども、このうち九十三と鶴見岳、伽藍岳は24時間監視されている常時観測火山で、現在の噴火警戒レベルは1とされています。はい、活火山ではあるんですが、すぐに避難が必要という状況ではないということですよね。はい、ただ噴火が発生してしまうと、このレベルが5まで引き上がる恐れもあります。そこで今回は火山災害の特徴やその対策についてお伝えします。火山災害について話を伺ったのは、大分県防災対策企画課の広島さんです。噴火が起こったときにいつそれが終わるのかわからないのが火山災害の特徴です。1991年から1995年にかけての雲仙普賢岳での噴火のように何年も続く場合があります。災害の要因となる主な火山現象には、大きな噴石、火砕流、溶岩流、火山灰、火山ガス等があります。火山灰には硬くて細かい粒子が含まれており、健康被害として目のかゆみ、充血になったり、体内に吸い込むと咳や呼吸困難などを引き起こします。火山灰が広い範囲に大量に堆積すると、農作物、交通機関、建造物などに被害が及び、社会活動に大きな影響を与えます。特に大きな噴石、火砕流は、噴火に伴って発生し、避難までの時間的猶予がほとんどなく、生命に対する危険性が高いため、噴火警報や避難計画を活用した事前の避難が必要です。そんな火山災害から身を守るために知っておきたいのが、以前も紹介した噴火警戒レベルです。噴火警戒レベルはレベル1からレベル5までの5段階あり、現在大分県の活火山はレベル1、静かで穏やかな状態となっています。しかし噴火の前兆、例えば地震や火山ガスの量が増えると、段階的にレベルが上がっていく可能性もあるんです。地震といえば、鶴見岳では最近火山性の地震ってたびたび観測されてますよね。はい、鶴見岳については、気象台でも今後の火山活動に注意するよう呼びかけていますので、こうした噴火警戒レベルなどの情報に注意していただきたいと思います。一方で湯布岳などは活火山とはいえ、現在は落ち着いた状態ですので、多くの登山愛好家に親しまれています。そこで続いては、こうした山に登る際に注意すべきポイントなどについてご紹介します。2014年9月御嶽山では火口周辺で多くの登山者が被災しました。この御嶽山噴火の教訓を踏まえて、火山に登る際の法律が改正され、登山者には事前に火山情報の収集に努めることなどが義務付けられています。その中の一つが登山届。登山ルートが想定しやすく、噴火が起こった際に迅速な救助活動につながります。このような事前準備はもちろん重要ですが、万が一異常な火山活動により突発的な噴火が発生した場合、どのような行動を取ればよいのでしょうか。登山中に噴火してしまった場合には、まずは噴石から身を守るために岩陰等に避難する必要があります。火山灰から守るためには、ヘルメット、ゴーグル、マスクなど噴石や火山灰から身を守る装備が必要です。下山、避難する際には火山ガス等の発生も予想されますので、マスクやタオルで口を塞ぐようにしましょう。事前の迅速な避難が人的被害の有無を大きく左右しますので、火山防災マップの確認や避難場所をあらかじめ決めておくなど、事前に情報収集をするように意識していただきたいと思います。今回は火山災害をテーマにお届けしましたが、実は神谷さん、以前雲仙普賢岳の取材に行かれたそうですね。そうですね、やや収まった頃にヘリコプターで普賢岳見て、その後現地に行ったんですけど、はい、
まあ、火山ガスの匂いとそれから灰色の火砕流に覆われた景色は忘れられませんね。まあ、多くの犠牲の方を出したんですけど、あの時になるほど火山っていうのを噴火するとこうなるんだなという思いがやっぱありますね。やっぱり事前の準備が必要ですよね、はい、で今は大分県の活火山の警戒レベル1なんですが、やはり事前の情報収集大切だと思います。ご紹介いただいた火山防災マップ、どういったものなんでしょうか。はい、今こちら私の手元にあるんですけれども、このような火山防災マップは県のホームページなどで公開されています。ぜひこちら見ていただければと思います。また九十三に関しましては2月15日に噴火警戒レベルが少し改定されています。こちらにありますけれども、レベル3の部分が少し変更されていますので、こちらにも一度目を通していただければと思います。さて、噴火警戒レベルですが、突発的に噴火すると甚大な被害になる恐れもあります。こうした火山活動の状況については、気象庁のホームページなどで公開されていますので、山登りを計画されている方はこちらも併せてご確認いただければと思います。以上、ここまで防災企画でした。